それではピストンポンプの説明をさせていただきます。こちらがですね、私どもで販売しております、ピストンポンプです。構造としましては、ヘッドが2つございまして、自動車のエンジンと同じようにピストンが上下することによりまして、真空と、加圧を作るという、至って簡単なシンプルな構造のポンプです。こちらのポンプなんですけども、ヘッドがですね2つついております。で今はですねヘッドがパイプでつながっておりますので、並列になっておりますので、吸い込むうちにつなぎますと真空、吐き出し口に使いますと、加圧というような形で、どちらか使い分けていただけます。で、面白い使い方としましては、このパイプを取りまして、それぞれヘッドを単独で使います。で片っぽのヘッドが真空、片っぽのヘッドが加圧というようなコンビネーション的な使い方もできます。で用途としましては、こちらに書いてありますように医療用ですとか、髪の吸着ですとか真空成形ですとか、その他は、いろいろ用途はございます。でラインナップとしましては、100リッターのものから20リッター、10リッター、今日は出ておりませんが50リッターのものもございます。で今回ですね、猛暑の対策ではないんですけども、コンプレッサーの方の加圧を使いまして、ノズルからの水を、蒸気として噴霧する、噴霧器、皆様いろんな場所でご覧になったことあると思うんですけども、こういったものの、空圧源ということで、今回は展示をさせていただいています。